ミートーク、はい、はい、さて、やっぱりこう人生においてこう生きて、いきなり壮大なテーマですけど、いきなり長谷川さんの口から人生においてって言われて今ちょっと腰砕けになってしまったんですけど、ね、いやいや、まあまあそれは人生ね、生きてるわけですから、はい、人生があるじゃないですか、はい、うん、ほんでやっぱり自分なりに、あ、今日は頑張ったぞとか、お、今日はうまくいったぞっていう日もあると思うんですよ、うん、はいはいはい、はい、そんな時にそのね、自分へのご褒美みたいなのがあるじゃないですか、うん、ああ言うね、よくね、ね、はいはい、あるじゃないですか。そういうのはね、例えば僕であればですよ、僕なんてそのやっぱりね、まあ、失敗の多い日々なんですけどもいや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 、そんな時でも、はい、たまにね、なんかその、あ、今日はウケたなとか、うん、ね、今日はなんか頑張ったなとか、うん、っていう日がね、たまにあるんですよ。そんな時に僕は自分へのご褒美としてびっくりドンキーを食べるんですよね。いやいや、今私が笑ったのは別にびっくりドンキーさんがどうこうじゃなくって、あのびっくりドンキーを食べるっていう表現で笑いました。どういうことですか、びっくりドンキー。ああ、びっくりドンキーアンバングを食うんだろ。そうそうそう、お店ドンキーなんか食われだろっていうお店を食べるわけなんですけど、はい、なんかそのまあまあね、本当だったらもう なんていうかね、もっとね、もう豪華なステーキだとかお寿司だとかわかんないけど、いやいや、僕はびっくりドンキーはすごいと思うなディスってる、いやそのディスってるビックリドンキーが好きなもんでね、好きだけど、やっぱりちょっとね、そのビックリドンキーね、その好きなものを食べて、さらにビールとか、わかります、そのいちごミルクとか、なんですかね、もう脈絡がなさすぎるんだわ、ビールといちごミルク。だって1回の食事で僕なんてね、もう500円で済むかどうかぐらいをね、考えてる人間ですよ、うん、それをね、1回の食事で2000円ぐらいよっていう、4食分いくわけだよね。そうですよ、言ってみたら4食分のそれぐらいのものを食べるぞと、そうそう、ぐらいのやっぱり自分へのご褒美なんですよ、はいはいはい、僕は、うん、あの仕事的にね、例えば、まあ、鑑定、占いの鑑定しますっていう時に、うん、なんか今日はこう自分で納得のいくものができたとかっていうことで、うん、ご褒美っていうのはあんまりないんですよ。ただあのもう一つ講座とか講義とかやるんですよね、今日の講義がさて終わったぞと、で、おー、やれやれ疲れたみたいな時に、うん、やっぱビール飲むの最高ですねあの一仕事後のビール本当最高、特に喋るじゃないですか、うんうんうん、喉乾くのよ、うんうんうん、ほんでね、やっぱね、もう最高ですというのがありまして、ご褒美、ご褒美で、もともとはあの割と甘いものっていうか普通のこうなんだろう、コーラとかね、うん、ジュース系も好きなんですよ。そうですよね、先生好きですよね。好きなんです、好きなんです、うん、だからびっくりドンキーで言うと、うん、俺生まれて初めてびっくりドンキー入ったのが学生の頃だったんだけども、はいはい、なんかそのびっくりドンキーっていうでかいその、ね、メニューの店があるぞみたいなことを言って友達に連れてってもらったわけ。はいはいはい、こう最初はさ構えてさ、んなもんだ俺びっくりしねえよとかってこう言って入ってって、いきなりメニュー出されて、あ、びっくりだってすごいでかいんですよ、メニューが、はいはい、でっかいね、木の窓みたいな、そう、木の枠でこうやって立つんですよ、ね、そうそうそう、もうそれ出されていきなり、あ、びっくりだって負けてしまって、でそれで、うん、びっくりコーラってのがあって、はいはい、でかいのね、そう、本当にこんなすごいの来たのね、はいはい、いやそれでもまたびっくりしちゃった、またびっくり、もうね、最後ね、すいませんでしたって言って帰っていくよね、本当にね、そんなびっくりドンキーの思い出、びっくりドンキーもとてもそれ以来ファンです。あ、そうなんですね。ただ外見さ、なんかわざと汚くしてあるよね、あの店ね。汚くって失礼ないやいや、てかおしゃれなアンティークな、違う違う違う、外装汚いですか、うん、トタン屋根をこういや本当に錆びたトタンとかわざと使ってこう、いや、お店の人がそういうふうに言ってるからいいのよ、ちゃんとわざとそうしてあるんだと、うん、開拓小屋みたいな感じにしてあるわけですはいはい、はい、でも中もちろんちゃんと綺麗なのよだけど初めてその学生の頃に友達と待ち合わせて行って、お店の前で待ち合わせて、うん、店を見て、うん、ここ入んのって思ったのは事実なの。なるほどね、わざとそういうふうにね、そうそうそう、でも中すげえ綺麗なのよ、で、うん、美味しいのよ、ね、私はびっくりドンキーのファンです。いや、僕も大ファンなんですよだからね、くれないですかね、なんかね、お仕事来ませんかねびっくりドンキーいいですよ、はい、はい、ということで、はい、はい、ぜひね、びっくりドンキーの、ね、方はここにあのなんかプレゼントを送るならこちらの住所ね、はい、はい、お待ちしておりますありがとうございました。